はいどうも、サイチャンネルのサイです。今回は12月20日公開のスターウォーズ最新作、スターウォーズスカイウォーカーの夜明けの最終トレーラーのあるシーンに焦点を当てていこうと思います。スターウォーズをまだ見たことがなく、見る順番がわからないという方はこちらの動画、スターウォーズスカイウォーカーの夜明けの以前の予告編の簡単な考察動画をこちらを見ていただければなと思います。それでは早速行きましょう。さて、最新作スターウォーズスカイウォーカーの夜明けの最終トレーラーはもう見ましたでしょうか？気になる部分がたくさんあったんですけれども、一番気になったのがこのシーンです。レイとカイロレンが共闘して謎の敵を倒すシーン。一回見ただけだとこのシーンの重要なポイントに気づくのはおそらく難しいと思いますが、レイが二つの武器を持っていることに気づきましたでしょうか？一つは右手に持っているライトセーバー、そして左手に持っているのは短剣のようなものです。なぜライトセーバーという強力な武器があるにもかかわらずレイは短剣を持っているのか。実はこの短剣めちゃくちゃ重要なんです。この短剣はモーティスの短剣なのではと海外ではすでに騒がれています。ここからはレイが持っているこの武器がモーティスの短剣であるという体で話していきます。モーティスの短剣とは一体何なのか簡単に説明します。まずモーティスとは惑星モーティスのことで、フォースの流れがとても強い場所で、モーティスこそがフォースの源とまで言われています。そしてモーティスの短剣はテレビアニメクローンウォーズで登場した武器で、不死身のものを殺すことができるという特別な武器です。どうやってレイがこの武器を手に入れたのかは不明ですが、これが必要であるということはおそらくパルパティーンは霊体などで登場したりせず実際に生きており、そして不死身であるということが考えられます。このシーンのこの敵がパルパティーンではないと思いますが、パルパティーンの部下も不死身ということもあり得ます。そして僕が一番考えているのがダース・ベイダーの復活です。パルパティーンはエピソード6の最後、ダース・ベイダーに持ち上げられ落とされてしまいました。しかしその後パルパティーンは何らかの方法で不死身となって復活したのではないでしょうか。そして不死身となったパルパティーンは自分の一番気に入っていたダース・ベイダーを記憶を消して復活させるということもできるんじゃないかなと思いました。このシーンのこの敵がダース・ベイダーであれば個人的には興奮します。さてスカイウォーカーサーガの完結作、スターウォーズスカイウォーカーの夜明けですが、海外ではすでにチケットが販売されているらしく、アベンジャーズエンドゲームよりもチケットが売れているようで、その期待度が伺えます。はい、いかがでしたでしょうか。スターウォーズスカイウォーカーの夜明けは歴代最長上映時間となるようで、見どころが多くありそうです。まだ上映まで約2ヶ月ありますので、それまでに歴代全作品を復習して臨みたいと思います。チャンネル登録やコメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。